で、これこっちルートから来るならここで足止めをしちゃいましょう。 OK です。はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。今日もガチマッチやっていくんですけど、アサリリベンジです。ただ、今回は別注じゃないです。スペゾを積みまくったシャプマです。ネオの方はね、なんていうんですかね、ボムとかがすごい人気で、まあ強武器強武器って今言われて、まあ、弱体化しろって叫ばれてるんですけど、もう息をするようにジェッパーをしていくっていうね。あ、ちょっと待った、うわー持っていけなかったか。ジェットパックを最速で撃てる武器がこいつなんですよね。その160ポイント180ポイントでしたっけ、なんか全武器の中でも一番小さいポイントでジェッパーが撃てますみたいな感じで、全然アサリできてんな。あ、ちょっと待った、ローラーがいる、ローラーがいる、もらう。単純にパワーでやられてしまった。で、回られてるが一人追い込まれて、やばいな、そこはちょっと、お、やってくれましたね、ハサミ打ち、ナイス。で、そのボムは怖い。で、今のところシャプマの良さとかあんまり出てなくて、なんかちょっとポイズン投げたらうざくねえぐらいにしか仕事してないんですけども、でもジェッパ溜まったんで塗りのジェッパ。ちょっと待った、そっちにチャーがいるんか。じゃあ落としたいが、あ、ローラーがいる。目が泳いだ、目が泳いだ。で、わーっと味方が死んだ。ブラスター、ブラスターちゃうわ、チャーか。で、ゲーム進まね。ちょっと待って、ちょっと待って、あのチャージャーは無視でいいかな、なんか。ハイプレ当たらへんかったし、当たんないっしょ。舐めてんのかっていう風に言われちゃうんですけど、あっと、そこ味方がやられるが、これジェッパでゴリ押ししていきましょう。もう敵陣をジェッパで荒らす感じでいきたいが、ローラーがいる、ローラーがいる、ローラーがいる。精密射撃なんでね、ちょっと焦っちゃうと今みたいな感じで一発も当たらずにやられちゃうんですけど、その分まあ正確に撃てるっていう強みはあるんですけど、これチャーが後ろいないですか。あ、なんか飛んで、あーですよね、あ、そっちか、チャーにやられたかと思ったんですけど、ローラーにしっかりと着地ゴリをされていく。で、そっち飛ぶが今ローラーとお見合いしている状態で、ポイズン投げると、ちょっと待って、来ないでください、それ何、別注ローラーか、ローラーですね。で、そう、アサリなんですけど、ポイズンを投げることによって、まあゴール前にアサリを運びにくくするっていう強みもあるんで、まあ基本的にはなんかアシストメイン、サポートメインの立ち回りで塗りまくってたら、また味方強い野郎作戦がね。あんまり好戦的な武器ではないと思う。確定数も4発いるっていうのと、まあね、射程もそんなに長くはないんで、で、これさすがに枯らせてもらう。で、それはさすがに味方がやってくれる。で、止めてくれました。これでアサリ消滅。今のところ相手0点に抑えていますが、何か消えた？あ？うわ、ちょっと待って、チャージャー消えたんか。うわ、このタイミングで落ちるとなると、じゃあもう、ちょっとノックアウト狙っていきたいですね。なんかもう、ノックアウトじゃないと負けみたいなところありますよね。いや、ちょっとこの収録始めた途端これってちょっとみたいなところあるんですけど、あれ、こんなとこって坂になってましたっけ、アサリだけなんですかね。で、アサリない、アサリ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 を味方にあげたいが、とりあえずジェッパでやっていく。で、1個欲しいな。欲しいな、欲しいな、欲しいな。あった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 、 OK。 で、作って、はい、シュー、 OK。 で、そこローラーがいて、着地で味方が、あ、着地刈られてしまった。いやー、これちょっとノックダウン今のに乗じていきたかったんですけど、刈られてしまったか。じゃあ、ちょっと待てよ、これはもう意地でも、意地でも、もう相手は相手でもう敵陣に釘付けみたいな感じなんで、サクッとジェッパ溜めて荒らしに行きたいが、荒らしに行きたいが、アサリを、そうで、塗ってる過程でアサリが集まるんで、もう
ガンガンに集めて、でそっちで味方がやられているが、バケツがいる。じゃあこの、あちょっと待った、それはやだやだ、あめっちゃもうめっちゃもうあのジェッパ借りますみたいな顔してて、怖いんですけど、怖いんですが、ローラがいる。でただこれはもう塗って塗って、でここルートを来ざるを得ないんで、ポイズン投げてまあおしまいって感じですよね。いやさすがにちょっとこのまあ勝ってる状態で1人落ちたとはいえど、まあちょっとね3対4なんで申し訳ない感じではあったんですけど、まあせめてね、あのノックアウトで早めに終わらせてあげたかったんですけど、なんかまあ防衛がやっぱあのポイズン刺さって強いなみたいな、なんかまあこのステージは3方向ぐらい攻めるとこがあったんでしたっけ、あの左ルートとかからも来れるんかなみたいな感じがあるんですけど、で、別注で下げた腕前をあの回収していきますよ、シャープまで。さあ引き続きやっていきましょう、ガチアサリ。またしてもこの縁側ですね、やっていきます。で、ハイドラが射程が長いで、相手は機動力が高そうなんで怖いできればあのハイドラの方が安全に戦えるようにね、ちょっとやっていきたいんですけども、でまあまあまあ初動はもうジェッパ貯めちゃいましょうか、貯めていく。でそこにいる、これはそのツッコミは嘘、ちょっと待って早い早い早い、いやーちょっと待った、すごい速攻できましたね。ここはあれなんですよね、敵ゴールと、自陣ゴールの距離が非常に近いんで、もう速攻で来られたか。で、こっちもガチアサリ作る。じゃあそれを運びやすくするためになんとか荒らしていきたいが、そっちなんかいない、大丈夫 OK、 ハイドラが見てくれている。で、これ上ルートが、ちょっと待った、味方上ルートから行ってくれて、これはさすがに入りますね。 OK ナイスです。で、味方が護衛して前線を荒らしてくれる感じなんで、シャプマ、シャプマなーボールドマーカーで秒殺されてしまった。ちょっとさすがに今のは敵にポイントを献上するだけだったが、まあ、アサリを持っていってなかったんで、でこれこっちルートから来たいっていう顔を多分してますよね。でポイズンでこっちとこっちを潰してやるが、味方が、下で潰してくれている、ナイス。でそっち側も、アサリがいて潰してくれている、ナイス。結構あれですね、なんかチームワークがいいチームなんじゃないでしょうか。結構ハイドラの方が味方の動きを見ていい感じに戦ってくれているような雰囲気があるんですよね。で奥の方にジェッパーをぶち込んで、で傘は味方と、あーっとこれ2対1でやられちゃいましたね。傘の方を見てたら横から寿司が、やってくる。寿司なのかなボールなのかな、ちょっとよく見てなかったんですけど、でまあもうすでに3発かな、ジェッパ2発打って、あこれでもそっちのレール側から来られると苦しい。ボムがすごい圧が来てるんで、これでもポイズンでなんとか返せないか返せないか。いやちょっと待った、インクない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 、今のはちょっともう致し方なかったが、カウントリードされていく。でそこにミサイルがなんかいましたよね、ここ。あれ見失ったか、あ抜けた、お抜けたが抜けたが抜けたが、基本は結構ちょっと防衛寄りの動きになってるんで、これガチアサリと一緒に動きたいところではあるんですが、ちょっと待ったすぐ逃げる。でそっちも来ている、これは味方が、右側を潰してくれてなんとか防衛できた。でアサリを集めるのが相手早いから、こっちも負けじと集めていきたいが、うわちょっと待てよ、ガンガンにできてんな、これこっちルートとか来ないですか、大丈夫、
まあまあまあ大丈夫そうですね。とりあえずポイズン降りてたらあそこで止まるんで、でこのアサリを大事にしたいが、大事にしたいが、何もいない。そっち2人体制で行け。あーちょっと待った、マジか。どこ行った、こっちか。そっちで今ミサイルを撃たれる。でここいますベッチュで、なかなかちょっと攻めれない。なんかいた、気のせいか。どうすっかな。おっと傘がいた、味方がやってくれる、ナイス。で今んところあらそ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 、ちょっと待った、寿司がいて味方がやられてしまう。でそいつはやったが、そいつはやったが、ここあーっと打ち負けた。いやまあ確定数がね寿司の方が早いっていうか、まあキルタイム寿司の方が早いんで、今無理にいってしまったところがあったんで、どうすっかな。なかなか、あーちょっと待った、ガンガン入れられちゃうな、ガンガンいかれてるぞ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これはなかなかに防戦一方になってしまって、基本的にまあなんていうんですかね、結構まあアサリも止めれるし、ジェッパで前線も荒らせるしで、結構個人的には好きなんですけど、守ってばっかりではどうにもならない。もうキルはこっちの方が多いんですけど、もう突っ込み力とかが相手の方が1枚上手でしたね。ちょっと引き続きやっていきましょう。さあ引き続きガチアサリやっていきましょう。今度も縁側河川敷ですね。まあ広いん でかつ見ないといけないところが結構あるんで、ポイズンでさばききれるかっていうとちょっと苦しいところもあるんですが、まあパブロの方がガンガンにアサリを作ってくれそうなんで、塗り状況をひたすら良くして、ジェッパでなんとかみたいな感じでいきましょうか。なんでパブロについていこう。そこ、お、ナイス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 、いい感じですね。味方がやってくれる。でジェッパで圧をかけていくが、これ裏ルート来てないですか、大丈夫。あそこ塗られているが、そこ筆みたいなんがミサイルを構えているが、もうお構いなし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 、はーおー死にかけた、危ないいやちょっと待って、でこっち来ます、ここ押さえよう。はい、 OK ナイスもう味方がリスキルをしてくれるので、あー死んじゃったか、今の爆風範囲入っちゃったな。いやー完全にやられたが、アサリが止まんない、止まんない、アサリがただ足りないんですよね、これはさすがに。なんでまた盤面を整えながらジェッパを貯めて、でここなんか飛んできたぞ今なんか飛んできたぞ。 OK 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 OK、 追い込んだ、ナイス。でそこから来ますよね。でここなんとかして防衛したいが、あそこにボムが来て、それ死んじゃうんじゃない、それ守れないよさすがに。久しぶりになんて言うんですか、あのね、マニューバー以外でスライドしてる人見ましたよ何でしたっけ、受け身でしたっけ、あのパブロやのに捨てじゃんじゃなくて受け身つけてるんですね。でまたジェッパ溜まるんで圧をかけていきましょうか。敵はどこだい、これ後ろから襲撃とかできないですか。いた、あーいたけども、ここにポイズンを投げて嫌がらせをしていく。で、あちょっと待った、あーっとこれは来られるが、まあさすがにね、ワンゴール、まあ致し方ない。ただ状況は依然有利な状態で、これ飛んできますか、あ飛べなかったかわいそうにレールが、そうですね、レール塗っとくのいいですね。レール塗っとくだけで1箇所潰せるんで、痛い、いやちょっと見えてなかったが、蓄積が入ってたんでボムでやってくれる、ナイス。で、これも決めちゃいたいが、決めちゃいたいが、そこ3人いて、あーっと2人死んでないですね。よし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 。でバブルに乗じていってるので、
うわポイズンを投げるしかできなかった。いやちょっと待ってよ、今スクイクに目がいってしまって北斎に関してはちょっとうんでこれこっちルートから来るならここで足止めをしちゃいましょう。 OK です。でまあポイズンなんでね、もうポイズンっていうかまあ敵の居場所が分かってる状態でポイズンを投げるとまあ単純にぶっ刺さるんで、ガンガンにぶっ刺さるんで、まあアサリは敵の場所が分かりやすいんでやりやすいですよねっていう。なんかなんでこの武器使わないんですかね皆さんなんか個人的にすごいなんなんでしょうね、好きなんですけど。でそこスクイックを追い込んでいく、でパブロがいて2人持っていった、まあアシストですけど持っていった、でオッケー、バリアを壊してくれた。でこれ入れちゃいましょうか、3、4、5、6、7、8、あーっとあと1個、ごめん入んなかった、あと1個 OK ナイスアサリのシャプマって結構ガチ武器じゃないですか。まあ今ちょっとあのね S 前別注で割っちゃったんでA プラスなんですけど、なんか余裕ですよね、なんかあの防衛とか非常にしやすくて、で味方あの一人めっちゃキル取ってる人おったでまあモリモリ上がるんで、なんかまあ個人的にはなんか結構器用で難しい武器とかを使っていくとかぐらいやったら、もうシャプまでガンガンなんかねジェッパで荒らしたりもできるし、まあスペシャルすぐ溜まるのも強いですし、でポイズンであのガチアサリ、まあ、止めやすい、さっきみたいにパシュンって止めちゃって味方と挟み撃ちみたいなのもしやすいんで、結構どうなんですかね、プレイヤースキルが高くなってくると単純に打ち負けちゃったりっていうのがあって厳しくなってくるかもしれないんですけど、低いレート帯あの S までとかね、あの S プラスまでとかなんですかね、まあ、S ではちょっと最近使ってないんでわかんないんですけど、なんか結構まだまだ打ち合いを、まあ、打ち合いをまあ無理してせずにジェッパで、まあ、遠目でぶっ破して、アサリ止めるのに集中したりジェッパで荒らしたりみたいなのができると結構いい武器なんじゃないですか。まあ、環境入りしてないってことは多分何らかの理由、まあ、他にマニコラとかが強いっていうのもあるんですけど、なんかまあ第二陣ぐらいに入ってきてもいいんじゃないかなっていうぐらいに個人的には好みの武器ではありましたではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。